よし、振り向け振り向け、残り一つ取っとこう。えっ、復活してる。おいおいおい、まさか復活するとは思わなかった。よし、あんまりつかなくできた、よかった。あら、普通のに戻ってきた。狙わず適当にしちゃった。一個もったいなかったな。よーし、ラスト3個ありゃどれか行くだろうみたいな。どこで置いてんだ、どこで。ちょっと無駄遣いしちゃった。つい押しちゃうんだみたいな。3枚ぐらい無駄にしたな、さっき。どこだ、どこ出た、どこ。ここにある。あ、夕方になった、夜になった。明るい方がいいわ、見やすいし。なるほどねー。とさーて、大体あったな。まあこのまま一人用のあるやつは一通りやっておこう。オクトパスダンス、オクトパスダンス、これか。なんだ、オクトパスのダンスか。よいしょ、ゲームパッド、ロボットダンス。ここはリズムに合わせてポーズの真似をするアトラクションです。なるほど、真似の仕方の説明。ワンツースリー、まあやってみよう。傾きとかもあんのか、ジャンプとかもあんの。シャ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 、ミュージックスタート。ワン、ツー、スリー、下か。ワン、ツー、微妙にずれてるとパーフェクトじゃなくなってしまった。じゃん。ジャンプ中に傾け。北斗、セガール、セガール、ライバック、ライバック総長。うんうん、テレビを見てください、正面向いてますよ。かけられたらテレビに見直すと。インストラクター、もうインストラクターじゃねえよな、すでに邪魔する時点で。ああ、向けられた。逆だった。
それでは本番です。これ難しいな。ヒットポイント4か。これオクトパスあんまり関係なくねえか。スピードが速くなった。何もしない時もあんのか。あ、コインくれた。コイン。裏返された。あ、 Wii U と離れすぎてダメとかいきなり言われた。特に何も離れてねえよ。時々おかしくなんだよな。戻して戻して、オクトパス来たよ。おい、スミ。邪魔すんじゃねえよ。分かんなくなった。全然分かんなくなった。これ余計なことに聞い取られたらダメだ。まあ、途中入力聞かなくなったせいもあるけど、ちょっとあんまりこれはよろしくないな。でもブロンズもらえた。連続パーフェクト。邪魔する時点でインストラクターじゃねえよお前はって言いたくなる。さあまたプラザに戻って、ゲットしておこう。あと真ん中だけだったよな。ここだ。あ、ダメだこれ。じゃあここだ。よーし。もうあとはループなのかな。一つ取っちゃうと。真ん中を早めにゲットしておきたいな。あ、そこ当たったか。よし。この辺りと。真ん中が欲しい。ここだ。そっち行っちゃダメです。そっち行っちゃダメです。次でいけるだろう。よーし。え、直線失敗。直線ギリギリダメ。行った。危ねえ。また小さいの復活するところだった。あ、基本ループか。ここまで来ると。どこに出た、どこに。一つ発見。なんかでっかいの。秋の味覚、
秋の味覚ってでかすぎだろこのキノコ。お土産にいかがですか。でかすぎるわ。ハート、メトロイドブラスト、あれ取ったぞ。あ、あ、メトロイドのハートか。よ、メトロイドも一人用できたな。メトロイド行くか。協力ミッション一人。空中がすごい操作しにくいって聞いたんだけど、一応空中1回と地上1回みたいな感じでいいかな。初めての戦い。あ、すげえ。足がない。足なんて飾りなのかな。操作結構難しい。敵を100体、巨大な敵の体内に侵入、最後の戦いでボスを倒した。全ミッションクリア、全ミッションマスタークリア。まあそこまではすぐには無理だ。シューティングアクションメトロイドブラストへようこそ。任天堂ランドの中で最も難しい上級者向けのアトラクションです。さあサムサーランになりきって戦いに挑みましょう。モニータ、まずは本番前の練習です。練習ビーム、おお、貯めれる、貯め、鉄ドーン、ミサイルになった。あー、上下上下リバース設定はないんですか。リバース設定が欲しいんですけど、リバース設定が。ん？チャージミサイル。すごい威力だ。痛い。加工。上昇と加工逆にしてほしいんだけど。これは操作を逆でやってる俺にはかなり厳しい。ん？壊せってこと？せめてスティックの左右と上下は反転も選べるようにしてほしいんだけど。すべての敵を倒してください。敵どこにいるの。いた。爆風自分も食らう。まあ、当然っつったら当然だけど。あ、そして爆で倒すと回復とかの回収ができないのか。よしあしだなそれは。ここだ。ブラストグループそこだ。 やばいやばい。
あと1体。さすがにこの乗り物の操作が難しい。マスタークリア？なんで？ダメージ食らったぞ。まあいいや、マスタークリアしたっていうんだからありがたくもらっておこう。でリモコンに変えてみよう。今回これヌンチャクもいるみたいだな。ヌンチャク、ヌンチャクよっ。ゴールデンヌンチャク、ゴールデンクラコンとゴールデンヌンチャクを持っているのさ。オッケー、テレビを見てください。ジーマとレッドジーマ。ジーマって酒？メトロイドはスーパーメトロイドをちょっとしたことある程度だからな。遊ぶ。まあ操作方法知らないけど、電池減ってきました。後で補充しておかないとな。遊び方知らないんですけどねっていう。累計100体。まあやってりゃ分かるだろう。どうせ A か B で打つしかありえないし。あ、練習開始。なるほど、 A はカメラ変更か。で B で打つ。 A ボタンを押しっぱなしにして B ボタンで打ちましょう。なるほどね。ヌンチャクでスキップで後を追いましょう。A ボタンを押しながら移動すると追いやすくなります。すごい、こっちとかすごい操作しやすい。近寄ると危なそうだ。おっと危ない。だよな、これいいや、操作しやすい、すっごい。これいいな。こんな、この操作で FPS 出ないかな。というよりもこれ Wii が出た時にこんな操作の FPS が出ることを期待したんだけどな。結局出なかったからな。スタート。全ての敵を倒せ。ゴム使うまでもないな。もうラストか。どこいんだ。あ、だいぶ後ろの方だ。おーっと、びっくりした。
マッサージ。いい、乗り物乗ってない方がいいわ、これ。ヒット率だいぶ減るな。もう一面ぐらい行っておこうか。電池減ってるのは分かってるさ。ゴー。今回はちょっと命中率にこだわりながら行こう。まだあの多分ため打ちするとこれ命中率が稼げるんじゃないのかな。飛んでる敵残り2グループ。なんだ。3回飛ぶとポーズ取る。いるかそれ。ラストグループ。あとはお前か。終わりだ。すごいサクサクいく。ワン、ツー、スリー。緊急回避は3回まで。結構ヒット率上げてみた。スタンプゲット。累計100体。なるほどね。これを5人同時プレイできるんだね。犯人やす。それ違うゲームのネタバレだから。